霧島セモノプロジェクトということでヨカモンコンテストが行われました。このステージ迎えまして右手の方にブースもございまして、そちらの方にコンテスト受賞したものなどが置いてあったり、受賞作品などが置いてあったりするんですけれども、今日はこのステージの方で表彰式を執り行いたいと思います。10月の30日の日に審査会が行われたようでございます。霧島商工会議所の方で審査会が行われまして、審査員の皆さんいろいろと悩まれたと思います。悩んで、賞をつけられて見事受賞された皆さんがいらっしゃいますので、今日この場をお借りいたしまして表彰式をさせていただきたいと思います。おっとこの時間になって風が出てまいりましたね。昨日は風が強かったんですが、今日は風ないなと思っておりましたら、この時間になってちょっと風も出てきたようでございます。さあ皆さんお楽しみいただけておりますでしょうか。霧島ふるさと祭、昨日今日と2日間開催されておりまして、両日とも とてもいいお天気に恵まれました。ステージの方に立っておりますと、お天気良すぎなんじゃない、今日は日焼けするんじゃない、そんな心配をしながら私立っておりますけれども、そのくらいいいお天気になりました。会場の方は各ブース、お得なもの、おいしいもの、そしてこのお祭りならではのものといろいろとあるようでございまして、この時間になってくるともうあちこちのブースでもしかしたらごめんなさい今日の分はもう終わったのよというブースもあるかもしれませんけれども、そういったブースも他のものがあったりいたしますので、ゆっくりとご覧いただきながらステージの方にもお付き合いくださいませ。この後ステージの方では、セモノンヨカモンコンテストということで、もう来年はNHK の大河ドラマ「セモドン」が決まっておりまして、もう、鹿児島県内はもとよりこの霧島市の方でも来年に向けていろいろと、期待が高まり、皆さんも心待ちにしていらっしゃるのではないでしょうか。ロケがあったりいろんなところでね、いろんな今はもう SNS が発達いたしておりますので、どこでロケをやっていたよという情報があればバーッと流れてきて、いろんな楽しみ方があるようでございますけれども、やはり、地元だったり知っている土地が、放送されたりすると心を躍り嬉しいものでございます。そんな来年に向けて振り返りましたら、セモノンではなくってこの方が立ってらっしゃいましたよ。まあ、今回のこのコンテストもいろいろと悩まれたのではないかと思います。まずはお話を徳重会長の方に伺ってまいりましょう。いかがでございましたでしょうか、今回のこのコンテスト。はい、全部で、12社の24品目上がりまして、厳正な審査の上、4社、決定いたしました。来年の大河ドラマということで、鹿児島県全土で、期待しておりまして、我々の霧島のこの地域でもロケが何回もございます。でいろんなところがロケ地として出てきますんで、皆さんね、期待しながら、特産品もですね、皆さんそういうことを期待しながら観光客がたくさん来ることをね期待しておりますので、今から表彰式ということで、盛り上げていただきたいと思います。それではいよいよ発表でございますけれども、真ん中の方に集まりましょうか。真ん中の方にね、はい、こちらで、では、それでは表彰の方を発表からですね、もうこちらの方に並んでおりますけれども、大賞からございます。大賞の方から発表をしていきたいと思います。では、はい、審査員もしてくれたふるさと大使のもっちさん、本村さんですね、お越しいただきました。ちょっと表彰の前にちょっともっちにも話聞いていいですか。審査員だったということでどうでしたか。すべてとてもいい商品ばかりで点数をつけるのがすごく心苦しかったんですけれども、その中でもよりすぐりの素敵なものが選ばれましたので、皆さんお楽しみに発表をお待ちください。はい、ということでございます。やっぱり悩んだもんね、点数つけるときに、という審査員の皆さんも悩まれたようでございます。10名の審査員の皆さんがもう本当に、どうしようと思いながら点数をつけてくださった、その結果が出ておりますので、まずは大賞からいきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。
表彰状、大賞、セゴドンもやりたかった抹茶、天田聖茶殿、あなたはセゴドンヨカモンコンテストにおいて大賞の栄冠を得られました。よってその栄誉を称えるとともに今後の活躍を期待し、ここにこれを表彰します。平成29年11月5日霧島市特産品協会会長徳重克彦、おめでとうございます。おめでとうございます。大賞は変田製茶さんの、セボドンも飲みたかった抹茶ということで受賞でございます。おめでとうございます。はい、各受賞の皆さん後ほどお話を伺いますので、そちらでお待ちください。さあ続いて金賞でございます。表彰状、金賞、霧島生サブレ特製製菓金屋殿、あなたはセコドンヨカモンコンテストにおいて金賞の栄冠を得られました。よってその栄誉を称えるとともに今後の活躍を期待し、ここにこれを表彰します。平成29年11月5日霧島市特産品協会会長の中華さん、おめでとうございます。金賞は、徳重製茶トラヤさん、製菓トラヤさんでございました。霧島生サブレということで金賞でございます。続いて銀賞でございます。表彰状、銀賞、薬膳焙煎保守長峰殿、あなたはセゴドンヨカモンコンテストにおいて銀賞の栄冠を得られました。よってその栄誉を称えるとともに今後の活躍を期待し、ここにこれを表彰します。平成29年11月5日霧島市特産品協会会長徳重克彦、おめでとうございます。おめでとうございます。銀賞は株式会社長峰さんでございます。おめでとうございます。さあそして最後銅賞でございます。銅賞は表彰状、銅賞、霧島濃茶森蔵殿、あなたはセコドンヨカモンコンテストにおいて銅賞の栄冠を得られました。よってその栄誉を称えるとともに今後の活躍を期待し、ここにこれを表彰します。平成29年11月5日霧島市特産品協会会長徳重克彦、おめでとうございます。おめでとうございます。有限会社森蔵さんでございました。おめでとうございます。ということで、見事賞を取られた皆さんに、表彰状をお渡しいただきました。ちょっとお話を伺っていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。まずは大賞でございました変田製茶さんでございます。セゴドンも飲みたかった抹茶ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。今日またおいでいでたちもお茶をね、茶娘のおいでたちで、はい、今日は茶娘で、変田製茶2人茶娘がおりますので、ぜひ遊びにいらしてください。はい、今回の受賞についてですけれども、自信のほどはいかがだったでしょう。社長と2人で、コンテストに参加させていただいたんですが、2人ともうちはどうかな、やっぱり皆さんいい商品ばっかりなのでどうかなどうかなって言ってたんですが、いざ発表をいただいた時は大賞という素晴らしい賞をいただきまして、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。誰かネーミングも素敵なんですけれども、セゴドンも飲みたかった、はい、もし、西郷さんが活躍されていた時代に抹茶があれば、西郷さんもきっと抹茶を飲みたかっただろうなということで、このネーミングをつけました。この賞を取られたこのセゴドンも飲みたかった抹茶、この会場にいらっしゃる皆さんも実際に飲むことができます。はい、もちろんそうなんですが、まだちょっと発売はされていなくて、11月の中旬を予定としておりますので、ぜひお楽しみくださいませ。はい、11月中旬発売ということでございますので、セゴドンではない皆さんも飲めるということでございますのでね、ぜひお楽しみにお待ちください。おめでとうございます。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。さあ続いて、金賞に輝きましたのは徳重製
生徒トレンさんです。おめでとうございます。どうもありがとうございます。今回生サーブでということで、受賞でございましたけれども、はい、今回ですね、生サブでのシリーズの中でですね、霧島さんの、ブルーベリーと、霧島コミカンですね、こちらの方を使いまして、生サブレの方を作りまして、それが、すごく温かだなっていうことですね。地元のものを使われて、お箸を、ね、いろいろと試食を繰り返されてご苦労もあったと思うんですけれども、どんなお味に仕上がってるでしょう。はい、ブルーベリーの方はですね、皆さんのことをよく食べてます。今ブルーベリーのですね、その味のしっかりした形で仕上げています。で、霧島コミカンの方はですね、香りの豊かなですね、コミカンの形と、その、味の方もですね、イカの味もちょっとしっかりとした具材仕上げていますので、皆さんの口に合うかと思いますので、ぜひ食べてください。この霧島の地元の皆さんはもっとより県内の皆さんにも召し上がっていただきたいですね。そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、おめでとうございます。さあ、そしてこちらは、銀賞は長峰さんでございますけれども、おめでとうございます。ありがとうございます。6000を使って、そうですね、明治維新150周年ということで、当時は薩摩藩が鹿児島県内の薬草園を作って、薬園職人、薬草をつけてですね、研究と貿易をしていたということで、その文献から今回は5種類ピックアップさせていただいて、お茶、健康茶を作りました。どんなお味なんでしょう。薬膳でね、今注目を集めてはいますけれども、そうですね、薬草自体をそのまま、選手と飲むと、やっぱりえぐみとか、その辺あると思うんですけど、焙煎することによって、その後に健康ですし、すごく飲みやすいお茶に仕上げられます。薬膳ちょっと苦手なんだよねという方たちにも飲みやすくなってる。そうですね。これもこの会場にいらっしゃる皆さん、そのうち飲んだりすることができますか。はい、発売があと約1ヶ月後ぐらいになると思うんですけど、またその時にお試しいただければなと思います。わかりました。飲みやすい薬膳で、ね、体にいいのは分かっていても、なかなか苦手だわという方たちにもお口に合いやすいようにできているということでございますので、楽しみにいたしております。おめでとうございました。さあ、そして最後に、森蔵さんでございますけれども、おめでとうございます。ありがとうございます。今回受賞されましたのは、霧島濃茶っていうお菓子になるんですけれども、坂本龍馬とお龍が日本で初めてハネムーンを行っているところで、霧島で出てきた、先ほど平田製茶さんの方にもあったんですけど、抹茶、飲みたかったであろう抹茶ですね、これを、もしかしたら飲んだかもしれないこのお茶を、農家さんが一生懸命作った抹茶をお菓子に練り込んで、霧島濃茶という名前なんですけれども、恋愛の恋と、それから濃いお茶という意味での恋をかけて、霧島濃茶というふうにさせていただきました。ネーミングにも凝ってらっしゃったんですね。ちょっとひとひねりですね、させていただきました。はい、なんだかロマンチックなネーミングだなと思っておりましたら、お茶の味の濃さもちょっと惹かれてあったと。そうですね、はい、濃いお茶を、楽しんでいただけたらなと思って、明治維新150周年というのもありますし、霧島の美味しいものを県内の方、または県外の方にも楽しんでいただければと思って作らせていただきました。この、森蔵さんのお菓子も、この会場にいらっしゃる皆さんはそのうち食べることが。そうですね、一応1ヶ月後の販売開始予定にさせていただいてます。はい、やはり1ヶ月後ということはもう年末やってきますので、県外へのお土産やら、帰ってきた、帰省して帰ってきたらっしゃった方たちのお土産やらにどうでしょう。そうですね、日持ちもするように、ただ日持ちするんですけども、柔らかく美味しく作ってありますので、ぜひお求めいただければと思います。はい、ありがとうございます。おめでとうございましたというお話を伺ってまいりましたよ、会長。はい、
たくさんね霧島の お菓子やお茶、そして薬膳ございます。来年のセコドに向けてみんなでね霧島全体で盛り上げていきたいと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手をお送りください。受賞された皆さん、そしてご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。はい、それではせっかくの受賞でございますので、皆さん聞いて、今度ですね、12月に、日向山に日向山瀬古洞村、オープンいたしまして、そのイベントがございます。日向山瀬古洞村は、西郷隆盛が最も、頻繁に訪れた日向山温泉郷に当時、宿泊場所に利用していた流宝軒を復元した、瀬古洞の宿や、日本庭園が整備され、来年度は特産品の販売所や食事処、足湯も整備されるなど江戸末期の雰囲気を体感できる新しい観光施設になる予定です。この日向山瀬古洞村が、12月10日オープンするのに合わせ、西郷隆盛にゆかりあるこの場所で、西郷愛にあふれた方々に集まっていただき、瀬古洞なりきりコンテストを、オープニングイベントとして、開催することになりました。瀬古洞なりきりコンテストでは、参加者に思い思いのスタイルで、西郷隆盛になりきっていただき、そのなりきり度、そっくりさん度、パフォーマンス力などを、総合的に審査するコンテストです。見事グランプリに選ばれた方には賞金10万円を贈呈いたします。その他にも各審査員賞として3組に5万円、また参加者全員に霧島市の特産品、を詰め合わせたものをプレゼントさせていただきます。応募資格はですね、5分以内で、ステージパフォーマンスができる方ならば、年齢性別は問いません。